スズランは、新日本海フェリーが運航しているフェリー。船名は、北海道を代表する花であるスズランから。同社の船体でスズランに由来する船名は、第一船のスズラン丸から数えて5代目である。船台のスズラン、水船の大船として、両船の水船とともに、三菱重工業長崎造船所で建造された。公野木工場で、フェリーが建造されるのは、 本線が初で、2隻同時建造、2隻同時の浸水命名式実施も初であった。2012年6月29日に新日本海フェリーに引き渡され、7月1日、苫小牧東、港発の南行便で、鶴が苫小牧東港航路に就航した。2003年に建造された浜那須、赤市、あの巡道系船で、全長、全幅などは同一である。 推進機は引き続き CRP ポッド推進を採用しているが、公開距離と所要時間のバランスから、公開速力は27.5ノットと抑えられている。環境性能が強化されており、先代のスズラン、水仙と比較して二酸化炭素排出量を25%、窒素酸化物排出量を40%削減した。一方で、 トラック積載能力は30%増加したほか、二等船室をすべて寝台化、露天風呂を設置するなど、旅客設備も強化されている。後期短縮のため船体ブロックを大型化しており、船体ブロック数は設計のベースとなった浜ナス、赤市、あの146ブロックから68ブロックへ半減した。2020年のドック入り時には SOX スクラバーを搭載し、 ファンネルが大型のものに交換され、胴体の新日本海のロゴがクルージングリゾートに書き換えられた。大自然に包まれるかのような開放感と落ち着きのある船内をデザインコンセプトとしている。二等船室の大部屋は廃止され、階段付きの二段寝台に変更された。教職 物販設備入浴設備オープンスペース娯楽設備2015年8月31日17時15分頃、苫小牧港港港港沖約5 5トルを航行中のサンフラワー大雪の車両看板で火災が発生した。北渡る便で運航中だった元船は、第一管区海上保安本部の要請を受け現場海域で停船、シルバークイーン、北大丸など他車船と協力して、 救助活動を実施、行方不明者1名を除く、総員対戦した乗員乗客93名のうち33名を、収容、約2時間遅れで苫小牧東港へ到着した。ありがとうございます。